ようこそサウンドデザインラボで TK です。今回は猿でもわかる MIDI の使い方解説していきたいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つが MIDI って何ぞやっていう話で、もう1つが各項目の役割、そしてあと1つが具体的な MIDI の設定方法。これまで動画にたびたび登場してる MIDI、 これって使うと何が便利なのとか、便利なのは分かってるけど使い方が分からないとか、いろんな意見があると思います。今回は初めての方も1回試して挫折した方も誰にでも分かるように解説していきますんで、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。ではまずはこちら。MIDI とはミュージカルインストゥルメントデジタルインターフェースの略で、って話は正直覚えても意味がないんで覚えなくて大丈夫です。ただミュージカルインストゥルメントとつくので楽器に使います。実は使ってるものも多くて、キーボードとかシンセサイザーもそうだし、 DJ が使うターンテーブルとか、身近なところだとカラオケとか、ガラケーの着メロなんて懐かしいものにも使ってます。コンパクトエフェクターに使い始めたのは割と最近で、もともとラックエフェクターなんかは MIDI で制御してたんですけど、コンパクトに初めて搭載したのはワーミー4とかその辺だと思います。では MIDI で何ができるのか、今回はエフェクターに使う場合に特化して解説していきます。MIDI を使ってできるのは電源のオンオフ、モードの切り替え、各つまみの位置を変える、主にこの3つです。電源のオンオフはそのままの意味なんですけど、エフェクターの中にはチャンネルを切り替えられるものとか、プリセットと呼ばれる設定を保存する機能があって、だいたい本体についてるスイッチで切り替えてると思うんですけど、これを MIDI で切り替えることができます。あと演奏中につまみを回す方もいると思うんですけど、 MIDI に対応してるとしゃがんで回さなくてもスイッチ一つで好きなところにつまみを変えることもできます。ここまでは他の動画で話したし知ってるよって方もいると思うんですけど、実際これをどうやって変えてるのか、続いてはこちら。エフェクターを MIDI で制御するために使う項目は3つ。一つは MIDI チャンネル、もう一つはモードを変えるプログラムチェンジナンバー、三つ目はつまみの位置や電源のオンオフに使うコントロールチェンジナンバー、それぞれ略して MC、PC、CC と言います。これらとは違うので気をつけてください。では次に各項目が何に使うかを見ていきます。まずは MIDI チャンネルから。これがそれぞれの機材を買ってきて箱から開けてとりあえず繋いでみた状態だと思ってください。 MIDI 対応の機材は買ってきたまま何も設定しないと大体どれもチャンネルは1番になってます。 MIDI で送る信号をざっくり説明すると、チャンネル1番の方はモードを2番に、3番のつまみを真ん中に設定してくださいみたいな感じで送ります。今回スイッチャーは MIDI 信号を送る側なので、スイッチャーのチャンネルは関係ないんですけど、これだと受け取る側が3つともチャンネル1番なので3つとも切り替わってしまいます。それだと困りますよね。なので繋がってるエフェクターそれぞれをこのように別のチャンネルに設定してあげる必要があります。これでさっきと同じ信号を送ると1番に設定したこいつだけモードとかつまみの位置が変わります。チャンネルの設定は各エフェクター本体で設定するんですけど、やり方はこの後解説します。あとは説明書にも書いてあるのでそちらを参考にしてみてください。次に PC なんですけど、 PC はモードやプリセットを変えるための項目です。例えばこのストライモンのビッグスカイみたいに保存した設定を本体のスイッチで切り替えれるやつとか、ワーミーみたいにこのつまみでモードを切り替えれるやつを本体に触れず切り替えることができます。これの何が便利かというと、ビッグスカイは設定を300個保存できるんですけど、フットスイッチですぐ呼び出せるのは3つまでで、それ以外は本体のスイッチを2つ同時押しして呼び出せる場所を変えてあげないといけないんですよね。あとワーミーはつまみを回さなきゃいけないんで、しゃがんで回したり足でできなくはないんですけど、演奏中はなかなか難しいと。それをスイッチャーでオンにすると同時に切り替えることができるので便利です。最後は CC、 これは各つまみの位置を変えるのに使います。 CC ではどのつまみをどの位置に変えるかの2つを設定します。例えばこのつまみを0にするとか、最大にするとか、真ん中で止めるとかっていうのを設定できて、しかも同時に何個も設定できるものもあるので、このエフェクターについてるつまみ全部を、例えばここのつまみは0でこっちは最大でこっちは真ん中みたいな感じで同時に回すこともスイッチ一つでできるようになります。でもさすがにここまでやるなら PC でプリセットを変えた方がいいと思うんですけど、 CC の使い方は例えばこのリバーブだとホールとかルームとかいろんなリバーブが入ってるんですけど、同じ音色でもかかりの深さだけを変えたいみたいな時に使うと便利です。さて MIDI で使う各項目がどんな役割かを見てきたんですけど、ここまで来ると自分が変えたいところは PC と CC どちらを設定すればいいかもう分かったと思います。これで MIDI に関してはもう半分マスターしたと言ってもいいと思います。最後はこちら。では残り半分、 MIDI の具体的な設定方法を解説していきます。ここまで来ればあと一息、できるだけ分かりやすく解説するのでぜひ最後まで見てください。まずは MIDI チャンネルの設定から。 MIDI チャンネルはエフェクター側で設定します。どこで設定するかは説明書に書いてあるんで、詳しくはそちらを見ていただきたいんですけど、今回は今つながってる3つを例に解説していきます。まずストライモンのビッグスカイ、これはここのバリューのつまみがボタンにもなってるので、ここを長押しするとグローバルメニューというのを開けます。
同じストライモンのメビウスやタイムラインも同じ方法でできるし、他のエフェクターもだいたいグローバルメニューって名前になってることが多いので、まずはグローバルメニューを開きます。次につまみを回していくと MIDI チャンネルという項目になるので、ここでボタンを押してチャンネルを切り替えられるようにします。でつまみを回してチャンネルを何番にするか決めてからボタンを押すと決定するんですけど、チャンネルはどのエフェクターも1番から16番の中から選びます。でこの番号なんですけど、他と被らないなら何番に設定しても大丈夫です。今回は分かりやすいようにつながってる順に1、2、3と設定していきます。チャンネルはこれからも使うので、皆さんも接続順で1、2、3みたいに設定してやると分かりやすくなると思います。次にこちらの Even 態度 H9 を設定します。これはスマホとかパソコンのアプリと連動させることができるので、アプリの設定ボタンから MIDI チャンネルを変更します。これは同じ Even 態度のファクターシリーズでもこのアプリが使えるので、アプリから設定してやると楽です。今回 H9 は2番に設定します。最後にワーミーのチャンネルを設定します。ワーミーはちょっと特殊で、フットスイッチを押しながらアダプタを挿してやって、電源が入ったらこのつまみでチャンネルを変えていきます。つまみをどの位置に回すと何番のチャンネルになるかは説明書に書いてあります。今回は3番に設定します。ワーミーみたいに液晶がついてないエフェクターだと、こういう風にスイッチを押しながら電源をつけて設定モードを開くものが多いです。今見てきた通り、チャンネルの設定方法は各エフェクターで違うので、詳しくは説明書を見てください。必ず説明書にやり方が書いてあります。続いて PC の設定をしていきます。ここからスイッチャー側で設定します。これも設定をどこで開くのかは各スイッチャーで違うので、説明書で確認してみてください。今回は各スイッチャー共通のポイントを解説していきます。まずスイッチャーについてるスイッチ、これを踏むとどのエフェクターをオンオフにするか変えられますよね。これをプリセットと呼ぶんですけど、実はプリセットごとに MIDI 信号を送るか送らないか指定できます。で、例えばこのスイッチを踏んだ時にこれをオンにして、こいつのプリセットを今 A の LED が光ってるんですけど、これを B に変える設定にしてみます。まずスイッチャーの設定項目を開いて、何番のチャンネルの機材に信号を送るかを設定します。このスイッチャーは同時に6個の PC を送れるんですけど、 PC1 をビッグスカイ専用にしたいと思います。ビッグスカイに送りたいので1番のチャンネルに送る設定にします。次にこのスイッチを踏んだ時にビッグスカイに MIDI 信号を送る設定に変えます。ここでは何番の PC を送るかを設定するんですけど、 B に変えるためには何番の PC を送らなきゃいけないかがわからないと設定ができません。どの PC がどのプリセットに対応しているかはこうやって説明書に書いてあります。多くのエフェクターは0番から連続してプリセットが切り替わっていくんで、例えばここが 0A なんですけど、ここは0番、 0B が1番で 0C が2番になります。でスイッチは3つじゃないですか。そしたらこの後を呼び出すにはバンクを変えなきゃいけないんですけど、バンクを変えるので数字が繰り上がって、ここが A1 になるので PC は3番という風に番号が変わっていきます。ということは 1B を呼び出したい時には何番に設定したらいいと思いますか？そうです、 PC は4番に設定してあげます。じゃあ今回は B1 を呼び出すために PC は4番に設定してみましょうと言いたいところなんですけど、このスイッチャーには少し癖があって、 PC0 番という設定がありません。画面上は1番から始まるんですけど、実際に送ってる PC は0番です。なので5番に設定します。他のスイッチャーは0番の設定もあるものが多いんで、皆さんが設定するときは4番でいいと思うんですけど、このスイッチャーの他にも画面に表示されてる PC と実際に送る PC が一つずれてるものがあると思いますので、使う機材によって設定を合わせてください。で設定したら決定して PC の設定は終了と。そしてスイッチャーのスイッチを踏むと B に切り替わります。ちなみに今回は1個だけ設定したんですけど、これも複数同時に送れるので、今やったみたいにチャンネルと PC の設定をしてやると1回の切り替えで3つのプリセットを変えることもできます。 PC の設定方法は以上です。最後に CC を設定していきます。もう一度設定画面を開いて、今度は CC の設定項目を開きます。今回はこのつまみを変えてみます。これはミックスのつまみで、原音とエフェクト音の割合を調整するつまみなんですけど、今回は最大にして原音を聞こえなくしてみます。まず PC で設定したみたいにどのチャンネルのエフェクターに信号を送るかを設定します。でこれは古いスイッチャーなので、プリセットごとに送る CC を設定できなくて、 CC はどのスイッチを押しても同じものが出てしまいます。最近のスイッチャーはどれもプリセットごとに送る CC を設定できるんで、 CC を活用する場合はどのプリセットで CC を送るか指定してください。で CC を設定する前に、このつまみが何番の CC に対応しているかわからないと設定ができないんですけど、説明書を見るとこういう風に載ってます。
今回はミックスのつまみを変えるので CC はここ15番に設定します。そして隣を見てもらいたいんですけど、バリューレンジって項目があって0から127って書いてあるじゃないですか。これは先に CC はどのつまみをどの位置に変えるかの2つを設定するって話したと思うんですけど、 CC の場合 CC ナンバーとバリューの2つを設定します。で、今回はミックス15番のつまみを最大なので、まず CC ナンバーを15番に設定します。そして次にバリューを127に設定します。設定が終わったら保存します。そしてスイッチを踏むと切り替わると同時に原音が出なくなります。元の B の設定はこんな感じで原音が聞こえます。これも複数のつまみを同時に切り替えれるので、他のつまみも一緒に切り替えたい場合は同じように設定してあげれば大丈夫です。あと今回は最大なんでバリューを127に設定したんですけど、例えばちょうど半分に設定したい場合は127の半分で63に設定したり、3時の方向で止めたい場合は95みたいに設定します。 CC の設定はこんな感じなんですけど、難しそうだなと思った方には裏技があって、どのエフェクターもプリセットを複数保存できるんですよ。なので細かい設定の違いも全部プリセットに保存して PC で呼び出すと、 CC を設定しなくても同じことができるので、自分に合った方法を試してみてください。 MIDI の設定方法は以上です。あと本体がタイムクロックっていう機能に対応してると、それぞれのエフェクターのテンポを同期させたりもできるんですけど、今回は省略します。それと今回みたいに複数 MIDI 対応のエフェクターをつなぐ場合、本体側で MIDI スルーの設定をオンにしないとそこで MIDI 信号が止まってしまうので、必ずスルーの設定をしておいてください。試しに H9 の MIDI スルーをオンにしてみます。アプリの設定画面でここの項目を開いて、ここをオンにすると設定完了です。他のエフェクターでもグローバルメニューに設定項目があるものとか、ワーミーみたいにミディアウトがついてないものだとそもそも設定ができなかったりするんで、設定方法はそれぞれの説明書を確認してみてください。さて今回の動画いかがだったでしょうか。今回は MIDI の使い方を解説してきました。少し難しい内容だったと思うんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございます。内容も多かったんで1回以上覚えられないよって方もいたと思うんですけど、そういう方は何度か見返して1個ずつ覚えていってみてください。では今回の動画が面白かったよとか参考になったよとか、よっしゃ俺は理解できたから猿じゃねえなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と高評価、 Twitter のフォローもお願いします。動画作りの励みになります。さて次回はおすすめの MIDI 機材とおすすめしない MIDI 機材を解説します。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。